デイズからウィークリーに移行し9週間続けるも、10週目にして明らかに Vlog への疲れが見えてきた裕次郎。画面に映るのは大体見たことのある景色と飯ばかり。デイズをやめた時点でお前の Vlog は死んだも同然という相方の言葉も刺さる。薄々感じていた違和感がマンネリ化という5文字として今はっきりと浮かび上がる。このままでは今後戦っていくべき新世界の相手に渡り合えないと感じた裕次郎は2年間の Vlog 修行に出ることを決意する。もちろんそのままフェードアウトしていくことも念頭に置いた2年である。果たして裕次郎's Weekly はどうなるのか。